はい、皆さんこんばんは。本日はお豆と豚肉のイタリアン風スープ作ってみました。それではいただきます。お肉プルプルです。うん、お肉最高にうまい。で、今日はアラジンのトースターでお米炊いてみました。うん、お米もむちゃくちゃちょうどいい硬さ、すごいな。結構これもお野菜豊富ですし、体にはいいんじゃないか。まあお野菜もね、みじん切りにするだけなんで非常に簡単に出来上がりました。本日もよかったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。ごちそうさまでした。